ピンポンパンポン以下の成分が含まれています。ご視聴にはご注意ください。はーい、皆さんおはこんにちばんはでございます。ただのレイでございますよ。ございますよって言い方変やな。で、今回もまたまたバイオハザード RE2 いよいよとね、研究所に行くのかっていうところで行きたりムービーが始まったんで、そちらをどうぞ。なんだよ、ムービーじゃねえのかよ。中入れっていうことなので、じゃあ入りますね。そう、エイダとレオンが2人揃って、腹抱えて、ってなってるところから物語は始まります。この先は片道切符よ。覚悟はいい、レオン。片道切符？なんかどっかでもそのセリフ聞いた記憶があるぞ。俺はいつでも覚悟できてるぜ。つうわけでいきますぞ。スイッチオン。あれ、スイッチオン。あれあれ、あ、押せた。よいしょっと。さあ、いよいよ。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。僕も座りたい。俺は許せない。アンブレラに乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。そうね。でもあなたは正式に任命されてない。これは FBI の仕事。 G ウイルスが手に入ったら私がやるわ。ねえ、私を信じる？そっちは？もちろん。出なきゃあなたは死んでる。そうか。あなたの助けがいるの。今こそね。 G ウイルスお願い。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。エイダ、弱気になるな。もちろん俺も手を貸す。レオ、私を見て。まともに動けない。あなたが最後の希望なの。お願い。君を置いてけない。もし襲われたらどうする？私なら大丈夫。見届けたいの、事件の結末を。それからあなたのこともね。まもなくネストに到着します。行って。お願い、時間がないの。持って行って。わかった。レオン、頼んだわよ。あ、怪しいな。いやな、リストタグ、ゲスト用のゲストタグですな。私が言うのもなんですけど、女って弱気になると結構男に甘えるんですよね。いや、私が言うのもなんですけど、もうあのエイダさ、色気出しすぎでしょ。私でもさ、そんなことされたらさ、メロメロになってさ、俺に任せろとか言いたくなっちゃうよ。だけどさ、あれ、傍から見て、第三者から見てるとめちゃめちゃさ、エイダ怪しく見えんねんけど、それって私だけなん？男性諸君の意見を知りたいんですけど。今まで私いろんな女性の方見てきたけど、みんなね、弱気になるとほんと男たちに甘え出すんだよね。すいません、偏見ほんと申し訳ございません。1000円、5000円。はいはいはい。で、このままとりあえず行って、なんか、足りんくなったら戻ってくるっていうパティンで行きましょい。えいだなぁ、怪しいなぁ。まあ原作の2をやってる私としてはもう、怪しさバリバリにしか見えへんねんけど。さて、えいだ姉さんの話はこれくらいにして、とっとと行きましょい、しょいしょい。めっちゃ広いなぁ。めっちゃ広いな。さあ、ここでゲストタグ。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。行くねんな。じゃあ、エダレイさんのために自由ウイルスを取りに行こうと思いますね。隔壁が完全に隔壁ありすぎやろ。しかも最後の一個なんか壊れてますけど、通れんの？あ、通れたわ。なんやねん。ようこそネストへ。ご訪問を歓迎いたします。
本当にそう思ってる？アンブレラさんよ。何ここにサインしなきゃいけないの？分かった分かった、サインするから。あれ？あ、しなくていい。Gウイルスはどこだ？こい。ん？ん？仮眠室利用履歴。18545、トビー・ジャクソン、入室0344、退室0731。あ、これ時間ですね。18546、サラ・タカハシ。タカハシ、日本人か。入室4時51分、退室7時8分。18547、ウォルト・ペイジ。入室12時3分、退室13時36分。じゃあ、レオン・エス・ケンディ、入室夜の9時57分。はい、これでよしと、ちゃんとね、レオンの名前も書いたんで、これで入っても文句言われないでしょ。あー、タイプライターがある。じゃ、セーブしてきまっちょ。はい、セーブが終わりました。なんでさっきのとこセーブがなくてアイテムボックスだけあって、ここにアイテムボックスがあるのか私は理解できないのですが、他に必要なものも特にはなさそうですので、このまま先々進んでいきたいと思いますよ。まずここは、セキュリティルーム。セキュリティルームってことはなんかいろいろとありそうやけどな。どうかなーどうかなーどうかな。ん？研究所。ノースエリア。ノースエリア？おー。ん？あ、ショッツガンの弾がある。めちゃめちゃまた広いっすね。ショッツガンの弾だ。あー、嬉しいな。お邪魔しましたー。次入るのは、どこ入ろうかなー。まっすぐ入ったところも行けるけど、右行ったとこも行けますね。せっかく地図もらったんで、右から行きましょい。お邪魔しまーす。怪しいんすけど。バリバリ怪しいんすけど。まあ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 。うわぁ、もう行きたくないよ、もう。行きたくないなぁ。もうさぁ、この血の跡的にさぁ、ガーが出てきそうですけど。この食堂の中で飢えて待ってるんだろ？俺知ってるぞ。このピーピーって音やめて。お邪魔しました。じゃあ、あの食堂は後にしてこっちから行きましょうかね。この先は職員専用エリアです。ゲストの方の立ち入りはご遠慮ください。そんなバカな。しかもなんでこのアナウンスだけ正常なん？アナウンスってこういう風に停電になってもなるもんなん？皆さん聞こえますか？ここの奥で死肉をむさぼる化け物たちの声が。信じられませんね。いらっしゃいませ。ようこそ、レオン・エス・ケンディの餌食の人たち。ここにも多分な、3体ぐらいいるんやろな。あ？あ、左やな。うわー、えぐい、グロテスクマン。あ、これ何？燃料200。あー、あれか、燃えろんのやつか。あら、うわ、女性は落ちたくないけど、このクソや。あー、綺麗な金髪。私もそんな髪型になりたかった。拷問なんす私。おいおい、健康的で美味しい食事、人肉。こいつとりあえず無視していいっすかね。めんどくせえんで。他に調べるべき場所があったら調べて、とっととおさらばした方がええんちゃいます？あれ？はいはい。あ、やった！ハンドガンの弾がめちゃんこあるぜ。うえーい！まだまだなんか調べるところもありそう。うわ、残酷っすね。破片手榴弾ゲットだぜ。他はあっちになんか、はしごがあるねんけど、あーいつ倒さんといかれへんか。しゃーないなー。先手必勝ってやつ。
やめろ。さあ、生肉さん、ここにありますよ。あれ、失敗した。生肉がここにありますよ。君の死体が美しい。はいはい。おっと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 、それはずるいっす。ちょっと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 、それは待って、それはちょっと待とうよ。あ、やばい。あ、おっと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 、ナイフ使っちまったしよ。俺の足そんなにうめえか。足より私腕の方が好きだけどな。いや、人間食ったことありませんけど。お前な、覚悟できてんだろうな。あ、間違えた。俺がな、マグナム使った恨み、ここで話してやる。くんはね、私の一生の宿敵ですね。はい、登ろう登ろう。ここはパイプって言い方変やけど、あの屋根のところらへんやつね。あの、スーパーマリオサンシャインでいう、あのドゥルピックタウンじゃなくて、あのホテルあったじゃないですか。ホテルのところの上のところにこういったところあるんですよ、迷路。それは上から見えるんですけど、それの横からバージョンってやつですな。と思ったら一瞬で終わったかな。ここの下は、ああ、厨房に繋がってるんや。なるへそ。ってことは、あれ、もしかして片道切符？まあ、行ってみな分からんので行きますけどね。さて、侵入者レオン。デデドン。そっかー、あんまり大量に持ってくんのもよろしくないねんなー。あー、やっちまったなー。後で取りに来よう。うーん、嫌な音聞こえんなー。あ、コンバットナイフってこれ2にできひんの？マジかー、やべべっちやなー。うん、当てな。は？さっさとしま、あ、やべ、ミスった。あー、やっちまった。アホバカカスすっとことこい。あー、もうまたやっちまったよ。もうダメだなー、もう。あれ、大丈夫そう？なんや。あー、こうやってまた無駄遣いすんだよ、私は。まあ気持ちわかりますよね、皆さんね。で、ここは一体何の部屋なんだろうね。何これ？まだできなさそうですけどね。まあちょっと保留ってやつですわ。あ？外れー。外れー。あ、そんなことない。持てた。あ、そっか。持てるんだ。組み合わせ。あ、全然見てなかったけど、何？とりあえずすごいことになった。ここは関係ないようなの。電子部品。こいつ
あ、ちょっと待って、また。あいつがきっと蘇ってくるので、それまでに帰りましょう。一之助。これで多分さっきのとこ通れんねやな。まあ、これも持たれへんので、一回あの荷物を片付けて、また、なんで？なんで？なんで？一般職員のアカウントが登録されている電子チップだ。じゃあ、ここ通したってくれたっていいじゃん、ケッチ。なんなん？なんなん？じゃあさ、使い道ってなったらこれぐらいしかないんじゃん。これも違う？あ、ちゃうか。困りましたね。でも、ここにまだ取るものがあるんですけどね。まあ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 。こっちで、取るものも取れないんですよね。これも取れないからな、今は。またさまよって、なんか進展があったら皆さんにお届けします。あー、そういうことか。このリストタグを組み合わせてこいつを使えば、一般職員になるのね。あ、なんだ。なんか組み合わせればいいのかなってちょっとスラッと思ったわ。さて、このガンパウダーを先に取ろう。ナイフは1本持ってるからね。そういえばマー君のナイフとか懐かしかったな。なんか音聞こえた。あ？あ？あれ？合ってるよね。焦った。さっさと逃げよう、さっさと逃げよう、さっさと逃げよったら逃げよう。ナイフ取りに行かなあかんから場所覚えとこな。カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。え？なんとか、なんとかさん？私多分違うよね。必要ないものは置いていきましょう。これは必要ない。薬も3つはいらないので、これ置いていこう。あと、マグナムもいいや。どうしよっかな。あと、破片もな。なんか困った時必要。工具も今んとこいらんな。ちょっと調べ、あ、間違えた。調べさせてもらおう。D 研究員じゃないからいいや。じゃあセーブしましょうね。はい、つうわけでセーブしてきました。この、ここブレーカーボックスのところにいずれは行かなきゃいけないと思うので、このコンバットナイフはその時に取りに行きます。じゃあ続きから、続きっつうか、ここからやってきますね。ここはなんだ？お？おー、すごい！勢いで動いた。こいつなんか持ってない？ん？特殊部隊のレコーダー。アルバーチームからゴースへ。対象がウエストベリア移動。ジンサンプレット、高ウェル素材の回収する模様。ゴースト、了解。ポイント W3 で待機する。そっちも向かってくれ。了解。こちらアルファ、目標地点に到着。了解。そのまま待機せよ。ピーピー。アルファ、対象が現れた。保管庫を開けるぞ。わかった。合図を待つ。ピーピー。ジンウイルスを確認。突入する。バーキン博士、我々と来てもらいたい。ジンウイルスはウエストエリアか。よし。ウエストエリアに行かなきゃいけないんだな。ここはノースエリアだから、今度ここから、ここに。うわ、めっちゃ広いな。あ、なんだっけ、このメインシャフト。なんか赤とさ、緑のところでバイオ2ではありましたよね。あー、懐かしいな。これが立体になると、うわ、こうなるんだ。いやー、すごい。感動的だな。すごい感動する。ん？何？これダメなの？あ、ここかな？ここで。ほい。ウエストエリアに行くんだよね。あれ？あれ？イーストエリアとウエストエリア。アクセスには上級職員権限が必要です。マジで？じゃあ何？さっきのこの一般職員さんは使えないってやつ？なんだ。困ったな。じゃあこのイーストエリアでちょっとアップグレード用のなんかカードをゲットしてまいりましょい。お邪魔しまーす。あ、いろいろあるね。やっぱ広いね。これ何？ここ行っていいの？大丈夫？大丈夫？大丈夫だけど、わかんねえな。はいはい。ここですね。ここは、
ロビーですね。あ、すごいハーブ。すげえ直立不動してるな、あのハーブ。あ、タイプライター発見。ここでもセーブとかができるんですね、ありがたい。ガンパウダー、なんかガンパウダーの品質が高くなってきたけどな。まあまあまだ大丈夫でしょう、いろいろと。預けときます。で、セーブもさっきしたから大丈夫だと思いたいけど、私はチキンなのでセーブしときます。ういーってことでね、セーブも終わって、2箇所開いてないところがあるので開けてどんどん先に進んでいきたいと思います。まずはこっちから。開くかな。あ、開かない。あらららら、らじゃあこっちかな。開いた。きれい、きれい、ドライフラワーみたい。でも音がすごく不憫なのは気のせい。カンファレンスルームって感じなので、今度はこっちですね。あら、あらら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 らここはなんだ、植物のお部屋なのかな。おお、すごい植物ですね。なんか巻きつかれないように気をつけなきゃね。もう巻きつかれてる人いるし、先人さん。何この植物は、人を感知したら巻きつく能力を持っているの。これはガンパウダー。なんかすごい声が聞こえるんですけど、なんかすごいやついるんですけど。ですね、ああいうやつはね、燃やせばいいんですよ。炎ー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。おいおい、ほら上手に焼けました。たったらたったたった。なんかね、前作バイオ2でもありましたよ、こういうの。火炎放射器ゲッチュしてね。なにこれ。あ、これ普通に棚か。はい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 。お、先行手榴弾だ。またなんか出てくるのかな。一応こいつをね、仮にセットしておきます。私が無駄遣いしたのが戻ってきてくれた、よかった。ここは他に、あ、まだなんかあるみたいですよ。これは、はい、薬液を散布します。なんかバイオ1でこんなのあったね、薬液。あ、なんか出てきた。ん？散布装置用カートリッジ。温室に液体を散布するために使用されるカートリッジ。だから何？押したらどうなんの？あ、ダメだ。エラー。戻ってきた。カートリッジが空です。ああ、薬液を充填してください。あ、なるほどね。カートリッジの薬品を入れなきゃいけないのか。なにこれ？これはダメだな、また。謎解きですな。今はちょっと、わからないので、このまま放置しておきます。他に取りに行くものはないから、こっからさっさと進んでいきましょう。うわー、なんか、貴族性のゾンビいっぱい出てきそうな感じやな。じゃあちょっとこっからは、火炎放射器を、持っていきましょうか。お、なんか、植物に紛れて、ハーブ！チンがあった。でもこれ以上も持たれへん。持たれへん、困った。ハイチー、ハイチー。これ以上持てないよー。燃やしちゃおうねー。わーい、燃えた燃えた。あ、進めねえや。お？お？お？どっから来る？貴族性のゾンビはね、大体そう。火炎放射器がついてるから大丈夫よ。ここは開く、開くか。入ってきたら対処しましょう。これは何？はい？何？何これ？は？わかんない。無視。これは？あ、破片手榴弾じゃね？これ。やったー！これなら拾える。懐かしいな、双眼顕微鏡だ。よく使ったな、学生の頃。あー、ここね、なんだっけ、あの、ベンチ。
なんとかベンチ、クリーンベンチだ、クリーンベンチ。懐かしいなぁ、使った使った。ここでもガンパウダーかぁ、そっかぁ。じゃあここでちょっともう作っちゃおう。あれ？すいません。あーもうダメだ。私操作がおぼつかない。なるほどね。じゃあちょっとどっかで無駄打ち一発しなきゃいけないな。さてさてさっさと向かいましょうぞ。なんだこれ、何これ。あ、これさっきのあれじゃない、あれだ。じゃあすいません、またまたメモタイムのお時間でございます。はい、メモタイム終了。お、やってきたな。燃えろ燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれゾンビ。上手に焼けました。お、ここにも出てきた。いくぞ、燃え上がれ燃え上がれ。あれ、ダメだった。女にグバイだーっていう顔された。あら、 You are dead。 ダメなんだ、ケチだね、あのゾンビ。はぁ、感心してる場合じゃねえよってな。どっからになるんだろう、やべえ。あ、イビーって書いてある。捕まった場合サブウェポンを使う以外助かる方法はゼロ。サッカー、さっきの名前イビーって言うんだ、かわいい。あー、こっからだ。だいぶ前に戻っちゃった。じゃあ皆さん、続きからになるとこまで一気にバシッとカット。はい、というわけでね、ここら辺から戻ってきました。さっさと焼いちゃいましょう。やばいやつはね、ちょっとこうやってね、燃やさないとまずいってやつですわ。なんでこんなものまで作ったのさ、アンブレラさんよ。さっさと燃やそう。オッケー、できるだけね、無駄打ちはしたくないんだ。あ、こっちだった。で、ここはちゃんと一周一通りぐるーって見たら、さっきのやつ入れに行きます。お、ブルーハーブだ。じゃあこれを組み合わせて、ブルーとレッド初めて見たかもしれないな。あ、こんなもんか。オッケー、じゃあ戻ろう。というわけでぶち込みます。この形、上と下、あとこれどう。あ、決定。あれあれ、ダメ、あれおかしいな。これでしょ、これでしょ、これでしょ、これエンターか。全然ダメぽよじゃん。それで、ここが開いたから、開いたから行きたいんですけど、一回ここまでで